乃木坂46の久保詩織が、26日放送の、乃木坂46のオールナイトニッポン、日本放送、毎週水曜25時、に出演。以前マネージャーに質問したあることについて明かした。久保詩織、海外公演に不安28日に香港で開催される乃木坂46の単独ライブ。久保は、服装どうしようかな、長袖持って行った方がいいかなと荷造りで悩んでいると口を開いた。実は、海外でのライブすごく久しぶり、本当にコロナ禍になる前に、と久保が言う通り、乃木坂46の海外でのライブは2020年以来。プライベートで海外に行ったことがない、そういう久保にとっては、海外自体に行くのが久しぶりだと明かした。さらに宮城の女だから新幹線しか使わなくて、そういい、香港に行く飛行機について、国際線、ですよね。成田、羽田、香港とか言う前に、とすでに首をかしげながら話している様子、飛行機に乗り慣れていないため、飛行機関係の用語や空港の場所などについても疎いと明かした。久保は、飛行機を使うメンバーはわかるの、成田の特徴は、羽田の特徴は、手と飛行機を使う必要のある出身地のメンバー比べて自身は知識がないと残念そうに話した。久保詩織、飛行機にまつわる恥ずかしいエピソード香港に行く際には、パスポートも忘れちゃいけないんでしょ。それだけ知ってると元気よく語った久保だが、本当に恥ずかしいんだけど。とこれには裏話が。実は久保は以前、国内線で仕事行くときにマネージャーさんに、パスポートいりますかって聞いたことがあると告白。それゆえパスポートと国際線の飛行機というのは頭の中で結びついている様子。最近メンバーも海外に行ってきたよって話が多い。海外にプライベートで行ってみたいなと口にしていた。